そして長門、これからはお前が二人に、彼らの意志は消えない。その意志はつながっている。弥彦、光のない世界、花は変えるしかない。打倒をしたい貴様を信じる者たちを守る、そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者、この葉を頼む。この葉なるところに火は燃える。火の影は里を照らし、またこの葉を芽吹く。大切な何かを守りたいと思ったときに、本当に強くなれるものなんです。大切な人を守りたい、大切な人の夢を叶えたいんです。あいつはあんたのために死んだんだぞ。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。それ以上何が言うの。結局はお前の言う通りだった。感情のない道具にはなれないのか。でもない口喧嘩しかできなかったんだ。もう母さんはいない。どこにもいない。どうして俺が人間が弱いから、弱い奴は泣くしかないのか。この話は5年前とは違うんだ。必死に訓練した、必死に考えた。矢神ライト、あなたはキラ。人はいつ死ぬと思う。心臓をピストルで撃ち抜かれた時。違う、うちの病に侵された時。違う。人に忘れられた時さ。変えられる、いや変えねばならない。犠牲が出る、兵士ではないのに巻き込まれて死ぬ。夢より覚めたか、征服を。
して悔やみはしない。こたびの遠征もまた存分に心躍ったの。五十嵐、サインペンあるか。でもどうしてよくならねえのかな。ドナーがいればいいんだけどね。お前はすげえよ、おとなしい。お前がみんなの人生を救ったんだぜ。聞いてんのかよ。あの頃の夏は、あの頃はみんなといるのは楽しくて、あの頃とは全部変わっちまったってこと。みんな変わっちまったんだ。お願いがあるの。ずっとここにいろ。願いが叶ったら、そろそろバイバイの時間かな。いいか、シモン、忘れんな。お前を信じろ。俺が信じるお前でもない。お前が信じる俺でもない。お前が信じるお前を信じろ。その男は欲望に忠実に奔放に生き、仲間を愛して自由を目指し、自分が選んだ一つのことがお前の宇宙の真実だ。俺が選択を間違えたから。エルダー、俺が仲間を信じたいと思ったから、みんな死んだ。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。ペトラの父です。最初からこいつをぶっ殺しておけば。Thank you.